平時に駐在する軍事基地である。空軍においては、平時より常設された飛行場を持つ空軍基地が作戦行動の拠点となることが多いのに対し、陸軍は移動した先々が作戦行動の拠点となり、平時の駐屯地が作戦行動時に基地とならないことから特に区別する。なお、海軍では艦隊が行動の中心であり、港湾。 陸上施設などに基地の名称は使わず海軍施設、軍港と称するが航空機を常設する部隊では航空基地の名称を用いる場合がある。ローマ帝国ではイベリア半島やアルプスイ北の地域にある属州に都市が建設されたがそれらの都市の多くは軍隊の中屯地から発達したと考えられている。軍隊の中屯地には付随して商人や 職人の集落が形成され都市の核となった。これらの地は道路や河川といった交通路への近接性から軍事拠点として公的であっただけでなく都市としての立地条件にも優れていたため後の時代に政治的あるいは宗教的な中心都市として発展した例が多い。イギリスのランカスターやウィンチェスターなどの地名はラテン語で 駐屯地を意味する設備語カストラに由来する。大日本帝国陸軍軍隊が永久に一つの地に配備駐屯する場合は永住地といった。日本の法令上での表記は帝国陸軍警察予備隊では駐屯地であったが保安隊発足時に東洋幹事の制限から駐屯地となり陸上自衛隊に継承1982年4月30日の政令。 総理不礼改正で、再び、駐屯地となった。なお、陸上自衛隊では訓令で定められている、駐屯地の略号は STA である。陸上自衛隊では、陸上自衛隊の部隊、または、機関が所在する施設を、駐屯地と称し、通常一つの駐屯地に、複数の部隊、機関が所在する。各駐屯地には、その駐屯地の警備及び管理。 中屯地における隊員の規律の統一等を司る職として中屯地指令が置かれる。中屯地指令は通常その中屯地に中屯する部隊の中の最上位者が当てられるが、師団、旅団等の主要司令部所在中屯地においては原則を厳格に適用すると最高位の陸将が担当することになってしまうため一部例外も存在する。 2021年3月1日現在、分屯地も含めた、中屯地の総数は163である。隊員が家業を行う場である以外に、各中屯地指令が定める、最速等に基づき例外居住を許可された者を、除いた独身の陸層以下にとっては生活の場である。ため、大社や日々の訓練を行う、衛定、体育館、射撃場、車両倉庫など以外に、 英内社、食堂、売店、医務室、浴場など生活に必要な施設が整備されている。中体内で英内班を組織し、班ごとに英内での居住区が割り当てられる。英内班長たる層は英内市の教育、指導に当たる。売店は通常、PX と呼ばれ、被服装備品、食料品、衣類、文具などの生活雑貨。 自衛隊グッズなどが販売されている。売店には民間委託の書店、菓子屋、薬局、電気店、食堂なども含まれ、駐屯地によってはゲームセンターやパチンコ店、営車内での飲酒は禁じられているので居酒屋なども設けられている。また近年では大手チェーン系、コンビニエンスストアが続々参入している。駐屯地も参見される。 これら売店を総括して、構成センターという。陸上自衛隊の各駐屯地では、大災害や、有事の勃発に備え、常に一定人数の隊員が寝泊まりをしながら、スクランブル体制で待機している。陸上自衛隊の場合、防衛出動、治安出動もしくは災害派遣命令が下ってから1時間以内に、一定の規模の部隊が、駐屯地を出発できる状態を、 スクランブル体制と規定している。佐藤正久によれば、日本国内のほとんどの地域には、出発から4時間以内に派遣隊員が到着可能とされる。基本的に中東地内における写真撮影は原則禁止となることが多く、特に中東地正門等で広報への事前申請等で許可を受けた。取材等の正当な理由がない写真撮影は、適時必要に応じて、 諸葛警察署、公安委員会への通報の原因につながるため、注意が必要である。陸上自衛隊では、駐屯地の形態は多岐にわたるが、一般的な駐屯地の場合、次のような部隊も同時に置かれる。規模は、ほとんどが大体。これ以外に、陸上自衛隊の編成ではないが、駐屯部隊の持ち回りで、経営隊、消防隊などが構成される。 中屯部隊には、不足の事態に備え、待機要員と当直が置かれる。中屯地当直指令及び部隊当直指令には、補佐役として、当直副官と当直伝令が設けられる。なよろ中屯地にて展示されている、当直腕章中屯地当直副官の腕章。部隊当直のものと違って、布地が白ではなく、濃紺となっている。 同じ三本の赤線で示す当直幹部と違い、赤線は全て腕章の内側に縫い付けられている。駐屯地当直部隊当直大隊、中隊当部隊当直師団、旅団、団頭部隊当直板妻駐屯地の解説記念行事基本的には関係者以外、立ち入りできないが、多くの中屯地で、広報や地域住民との交流などを目的として、年に1から2回一般公開を実施している。 一般公開の際は装備品展示、試乗、資料館開放、観越式、音楽隊の演奏、訓練展示、業者や隊員による模擬展、グッズ売店の設置などが行われる。特に訓練展示では、その駐屯地に駐屯する部隊の特色を生かした展示が行われる。基本的には偵察開放による、 敵陣地射撃戦車と普通科部隊共同での敵陣地への攻撃ダッシュという流れで行われるが、施設科部隊の駐屯地では、火橋や地雷除去、航空科部隊の駐屯地では、空中消火の展示などが行われることもある。一般公開時以外にも、地方協力本部等に申し込むとすれば、体験入隊や見学が可能で、休日に駐屯地内のグランドを近隣住民に、 解放していることもある。また、近隣の中学、高等学校の職業、職場体験学習を積極的に受け入れている、駐屯地もあり、施設、装備品、用途廃止装備等の見学、車両装備等への体験乗車、徒歩更新訓練やレンジャー訓練、高さ15メートルのタワーから命綱をつけて飛び降りる、降下訓練等の体験等が行われる。 警察予備隊保安隊陸上自衛隊、ありがとうございます。